どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、やっと皆さんにお伝えすることができるようになりました。この今話題騒然というか、このね、ガズがベトナムでプロデュースしているモジャ君と一緒に作り上げている、ガズのわがままウクレレの事前予約販売日程が決まりました。ですね、クリスマスイブの お昼にします。12月24日、2019年12月24日のお昼の12時正午ぴったりに、ガズレレホームページの、内のサイトで、事前予約注文を受付できることになりました。一応確認しますけど、このソプラノサイズ、オールタンバー、オールハンドメイドウクレレ、ソプラノサイズピックアップ付きの、ウクレレと同じようにオールタンバーで作ったちょっと大きめのコンサートサイズ、これボリュームもね、音も大きいです。ちょっとね大きいんでね、指の太い人にもおすすめのコンサートウクレレサイズ、こちらもピックアップ付きで、この2機種事前予約販売受付注文、長いですね、すいません、いたします。で、この分のお届けはですね、3月上旬を、予定しております。で、うまくいけば早くなるかなということですけど、一応ね、3月 で前半ということにさせていただいて、この辺はですね、今もう今日も、ベトナムで日々このウクレレをこう作り上げている、もじゃくんと、もうベトナムスタッフの方と、まあ本当いろいろこうやり取りして、なんとか出せる本数できる限り多く出したいんですけど、まあどちらにしてもきっとですけど、またすぐなくなっちゃう可能性大なんで、今ちょっと事前に前日に予告させてもらいます。もう一回確認ね。この2機種のウクレレ、2019年12月24日のお昼12時ぴったりに、ガズレレ公式ホームページ内のこのページね、ガズのわがままウクレレのページ内で、予約受注、受け付けることが決まりました。はい、取り急ぎご報告でございます。ちょっと明日の Google カレンダーとかにこういう予定入れといていただいてですね、ぜひともこうアクセスしていただいて、気になっている方、ご検討いただき、こう予約注文をしていただければなと思います。よろしくお願いします。今ベトナムでは何が行われているかというと、今まで、作っていたあの場所から引っ越しまして、ちょっと大きめの工場をですね、ベトナムでなんと借りてですね、現地スタッフと、日本でこの間募集したインターンをがそこに参加して、さらにスケールアップして進めていくことになっております。いつも YouTube で私がこのね使ってるこのサウンドが皆さんの手に入りますよ。これすごくいいですから、はい、こっちだけじゃなくコンサートウクレレもちょっと弾いてみると、またねちょっとこう低音がボリューム的です。こんなウクレレ、これはですね、本当手がかかってるんで、なんか使ってるとこう本当いつも言うんですけど、レザーとかジーンズのようにだんだん自分色に染まってくるというか、もうだんだん自分のものになってるのがね、本当手に取るように分かるんで、楽器を育てるという感じをね、楽しんでいただけると思います。弾けば弾くほどどんどんこう、まあ、丸くなってきて、音もね鳴ってきてくれますね、間違いないです。よろしくお願いします。12月24日お昼ホームページチェックしてください。今日はひとまずそのご連絡でした。ありがとうございました。さよなら。